ホセマヌエル・ピント・コロラドは、スペイン・アンダルシア州、エル・プエルト・デ・サンタ、マリア出身の元サッカー選手。ポジションはゴールキーパー。レアル・ベティスの下部組織で育ち、1997から98シーズンのラシン・サンタンデール戦で後半途中から出場してトップチームデビューした。その後は、トニー・プラッツの高い壁に阻まれて出場機会を得られず、 1998年7月1日にセルタデビー後に完全移籍した。当初はリシャール・ドトルエルと彼の対談後に加入したパブロ・カバジェロの控えだったが2003から04シーズンは UEFA チャンピオンズリーグでグループリーグ5試合に出場した。2004年にカバジェロがレバンテ UD に移籍するとレギュラーに定着。 2005から06シーズンは37試合に出場して29失点に抑え、最小失点率を記録したゴールキーパーに与えられるサモラ賞を受賞した。その後キャプテンに就任し、セルタではプリメーラ・ディビシオンで計125試合、セグンダ・ディビシオンで計56試合に出場した。2008年1月18日、冬の遺跡史上で FC バルセロナに レンタル移籍した。当時バルセロナの第 2GK であったアルベルト・ジョル・ケラが前年末のクリスマス休暇中に膝じ帯を負傷して長期離脱したためバルセロナは即戦力となるゴールキーパーを探していた。政治 GK、ビクトル・バルデスの前に出場機会に恵まれなかったが4月26日のアウェーのデポルティーボ・ボラ・コルーニャ戦で移籍後初めての出場機会が訪れたが 0から2でこの試合を落とした。2戦目は5月11日、ホームのマジョルカ戦となったが、2から0の優勢から2から3と逆転を許して、敗れた。この年バルセロナは3位に終わった。ジョルケラの回復が2008から09シーズンの開幕に間に合いそうになかったため、5月30日に移籍金50万ユーロで FC バルセロナに完全移籍し、2年契約を結んだ。 2008から09シーズンのコパデルレイでは、レギュラーとして起用され、決勝でアスレティックビルバオに勝利して11年ぶり25回目の優勝を果たした。2010年10月20日の UEFA チャンピオンズリーグ FC コペンハーゲン戦では、相手 FW セサルサンティンに対して、主審の笛のような口笛を吹いて、マルティンにオフサイドの反則があったと勘違いさせて、 プレーを止めさせた。コペンハーゲンのストーレ・ソルバッケン監督は、ピントの行為に激怒し、彼を腐ったリンゴに例えた。この行為はスポーツマンシップに反する行為であるとして、欧州サッカー連盟の規律管理委員会から2試合の出場停止処分を受けた。バルデスが2011年2月16日の CL 決勝トーナメント1回戦、第1試合のアーセナル戦で膝を負傷したため、 2月20日のアスレティックビルバオ戦で約2年ぶりにリーグ戦での出場機会が訪れた。この試合ではフェルナンド・ジョレンテのヘディングシュートをセーブするなどのプレーを見せた。3月28日にはクラブとの契約を1年間延長した。2010から11シーズンもコパデルレイでは引き続きレギュラーとして起用されて2シーズンぶりに決勝まで勝ち進んだが、 4月20日のレアルマドリードとの決勝戦では延長戦の末に敗れて準優勝に終わり自身二度目の優勝はならなかった。コパデルレイ決勝の一週間後に行われた CL 準決勝の同一カードのファーストレグではハーフタイムに相手 DF アルバロアルベロアやマッチコミッショナーと口論になり試合に出場していないにもかかわらず退場処分を受けた。ありがとうございます。